えー、キリンの株主優待なんですが継続保有期間要件というのができるようですあとまあ、継続保有が3年以上になるとちょっとプラスアルファみたいな形になるようです、まあえー、まあ1000株3000株の基準もあるようですねですので100 株以上の、えー、1 0円相当の12月に送ってきているキリン商品のやつが、えー、1年ないとダメとなるっていう形ですねまあ1年持ってもですね株をななってしまうということでピール4つだったのが2つぐらいになっちゃうということですねってことはですねやっぱり3年ぐらい持たないと3年ぐらい持つと今度倍の2000円相当をくれるようになるようです うーん難しいとこですね。でですね、救済措置としてですね、えー、とりあえず9月末までに、キリンの株式を100株持ってると、1年間継続保有と見なしてくれるそうなので、えー、新製造の U タン費をご提供しますとなってますので、とりあえず5月っました。 もうこれまた売れない株式ですよね。ずっと持ち続けないと優待もらえないというやつになっちゃいました。えー、しかもですね、この円錠ですね、3年に達するまでは、どうやら500円ではなく制限円くれるという方向になるようです。移行計画期間ということでですね。 まあとりあえずだから今、えー、100株でも買っとかないと1000円のものがもらえなくなっちゃうということですね。まあちょっとややこしいんですけどとにかく9月末までに、えー、キリンさんの株を持ってれば、えー、要は 現行と同じようにえ0、ー、分くれるということなので、まあ、とにかくまあまたしても売れなくなってしまった株は100株増えたというところですね、優待費をもらうためには。うーん、うん、どん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 なんか自由度のお金がなくなってくるような気がします。とにかく1回でもっちゃうとね切れちゃうんでですね、まあ、9月末までということで、えー、間もなく終了という形になりますね。発表から 2ヶ月もないっていうのはちょっときついですね。まあはい